大園の古墳は大阪府高石市西鳥居市にあった古墳。形状はホタテ貝形古墳。現在では墳丘は失われている。大阪府南部、篠田山丘陵北西六の定位団球場に築造された古墳である。1974.1976年に大阪府教育委員会、高市市教育委員会による発掘調査が実施された後、現在は消滅している。 噴景は前方部が単小なホタテ貝型の前方五円形。調査時点ではすでに噴球は完全に作兵されていたが、噴球長は約53メートル、後円部は直径約34メートル、前方部は幅約25メートルを測った。噴球表面には吹き石、埴輪が存在したとみられ、いずれも集合内に転落したものが検出されている。特に埴輪には、 円筒埴庭のほか多数の継承埴庭が認められている。また、墳球周囲には幅3から4メートルの集合が巡らされる。主体部の埋葬施設は作兵のため明らかでない。この大園古墳は古墳時代中期の5世紀末頃の築造と推定される。本古墳を含む一帯の大園遺跡は古墳時代の大規模集落として知られ、 本古墳はその主張母に位置づけられる。また、泉地方北部では、主張母古墳として、北軍、南軍の二軍が認められるが、北軍、南軍にはそれぞれ時期的空白が認められることから、両軍が隣番制で主張になったと推定され、本古墳はそのうちの一つに位置づけられる。ありがとうございます。